こんにちは。今日はですね、親術ブートキャンプ、上腕二頭筋ですね、ここに特化した、トレーニングをしたいと思います。で、まあ家トレでね、上腕二頭筋やるときって、まあ、そんなにね多くの、種目ってやりません。はい、やっても3種目ぐらいですね。というのもね、やっぱ筋肉小さいんでね、まあ外側と内側とね、単刀長刀とっていう、まあこの部分しかないので、まあ、そんなにね、いろんな角度からやる必要も、背中みたいにね、背中ってやっぱ大きいので、いろんな角度からやる必要あるんですけど、まあ二頭筋の場合はね、それもないので、もうシンプルにね、バーベルカール、あと、ダンベル、まあ、スピネート、ちょっとこうひねりを入れるね、ダンベルカールと、あと最後ちょっとね、この、外側の部分ですね、長刀の部分に効くようにちょっとインクラインで、カールするっていう、その3種目でね、今日はやってみたいと思います。で、まあ、上腕二頭筋はですね、基本的には、上腕二頭筋だけのトレーニングっていうのはあまりやりません。というのもね、まあ、背中のトレーニングとかね、まあ、他の部位のトレーニングの時に結構使われたりするので、結構日々ね、まあ、疲弊している状態っていうんですかね、そういうことも多いので、まあ、あんまり二頭がね、フレッシュの時って少ないですよね。あんまりやりませんね。だから、やるとしても、まあ、肩とかね、まあ、背中の時もやるかな、に、最後に、まあ、2、3種目、ちょっと追加してやるかとか、そんなレベルです。はい。まあ、それではね、今日はやっていきたいと思います。もう、まあ、家でやる二頭筋トレーニング、まあ、短時間で、やれるような感じで、やっていきたいと思いますので、皆さん、お付き合いください。使うものは、バーベル。で、まあ、イージーバーですね。イージーバーと、あと、まあ、ダンベルでいきたいと思います。はい。種目、バーベルカールやります。で、基本的にバーベルカール、まあ、二頭筋の種目の時は、まあ、他も全部そうなんですけど、できるだけね、反動を使わずに、背中丸めないで、こう、まあ、言うてみたら、壁とかにね、こう、沿った形でこうやると、反動も使いにくくストリクトに上げれます。 できるだけねストリクトに、まあ、二頭筋は特に重量にねこだわらずにね、まあ、できるだけ高回数のねやる方が効くというふうに聞いています。ですが、まあ、ちょっとね1種目目のね1セット目だけはねと遊びセットということで、ちょっと無理しちゃったコーナーで、ちょっと重い重量でチートガンガン使いながらやりたいと思います。他はね、ちゃんとやりますんでね。まあ、皆さんの普通にちゃんとストリクトにやっていただけたらと思います。はい。それではいきます。1セット目。これが、何キロだ20、40、55。62キロですね。はい。62キロ。ちょっとガンガン、チートガンガンでいきたいと思います。Feels I'm aware it really goes so できるだけストリクトをやってください。インターバル1分ぐらいでいきます。まあ、チート使った場合はね、できればここまでチート使って、この最後のね、この二頭筋が収縮するところを自力でグググググッとこう持っていく感じにすると、まあチート使っても入りますね。はい、ではもう重量下げますね。早くしちゃう。よいしょ。
はい、それではいきます。10秒ね、一転して37まで落としました。はい、1分休憩します。次はね、3セット目は、まあ最終セットは限界前で追い込みます。で、限界まで追い込んで、上がらなくなったらラスト 2,3 レップはちょっとチート使ってね、やってみたいと思いますんで、はい、では10秒前です。ストリクトだとね、やっぱ最後上がらなくなるんですよ。でも最後上がらなくなってからのチート、ちょっとね、軽くチート使ってやってね、追い込むとね、まあ限界まで、まあ要は限界を超えてやれるので、追い込めるので、やっていいと思います。すいません、実はこれ今日ね、2本撮りでね、さっきブートキャンプ、ネットをやった後なんですよ。ですんで、ちょっとね、息の乱れ方が半端ないですけど、ご容赦ください。はい。はい。で、バーベルカール終わりました。次はダンベルカールに行きます。はい。次はね、ダンベルカール、行きます。で、まあ、さっきのバーベルも一緒なんですけど、とりあえず二頭筋でカールする場合に気をつけてほしいことは、肩を上げない。上げるときにこう、まあ、チート使うときは肩上がっちゃうんですけどね。肩を上げない。肩を下げて、こう、グッと、グッと入れる感じですね。するとね、やっぱ二頭にダイレクトに入るんで、心く、二頭筋やるときは、とりあえずまあ全種目共通で、肩を上げないっていうね。そこをちょっとね、意識してもらうだけで、だいぶ変わってくるのではないでしょうか。今からやるダンベルカールも、まあ、普通にこう、上げるんですけど、最後ですね、ちょっとこう、外側にひねる。スピネートする、ひねるですね。肩を下げて、こう、上げて最後、ひねるっていう。このことでね、この、担当ですね。この力こぶ。ここにね、力こぶ作るのにね、その最後のひねりがね、かなり効いてくるらしい、ね。はい。それでやります。もう重量下げてね、これ 17.5 ですね。はい。これも3セットやりますんで。はい。それでは、いきまーす。
正直ね、カールは10回超えて15回ぐらいでセット組んでもいいと思います。ちょっとね、今の重量重かったんでね、重かったというか、もうちょっと限界なんで、もうちょっとね、軽めの重量設定で効かし重視でやってもらうといいのではないかと思われますが、ちょっと次のセットはもう同じ重量でやってます。はい、それではいきますね。10秒前です。休憩、次ラストセットです。ちょっと重いんで下げます。もう立ったのかな。はい、それではラストセットいきます。ダンベルカール終了です。はい、次ね、ちょっとインクラインハンマーカールいきたいと思います。インクライン台がない方はもう通常でね、立ったままハンマーカールやっていただいたらいいんじゃないでしょうか。ハンマーカールはね、若干ちょっとこういう形で反動を使って上げて、ここをグッとこう最後グッと収縮させるイメージでやりますんで、よろしくお願いします。はい、それではね、インクラインのカール行います。で、当初の予定ではね、ハンマーカールしようと思ったんですけど、ちょっとね、肘が痛くてね、やめて、普通のインクラインのカールで締めたいと思います。で、ここまでやってきた種目はですね、ワイドグリップのバーベル、それとダンベルのこうスピネートガール、両方ともどちらかというとこう内側にね来る種目だったんで、最後はちょっと外側狙いでハンマー行きたかったんですけど、ちょっとねダメでしたね。で、まあ皆さんはね、ハンマーカールをやってもらったらいいと思います。で、まあ逆に言うと最初のねバーベルカールを、ちょっとナローグリップにすると外側に来るんで、そこで外側鍛えておいて、あとはもう内側内側で、やるやり方もありますんで、まあ、その辺はね、いろいろこう種目、組み替えてグリップとかもね、いろいろ考えてもらいながらねやってもらうといいと思います。はい、
それではね、カールいきたいと思います。重量はね、もうこれはもう軽めで高回数でいきます。 12.5 キロです。はい、ではいきます。インターバル入れますね。40秒あっちゅう間ですね。はい、10秒前ですね。これもね、もう限界までやってください。パンプするようね、限界まで各セット追い込んでもらって、でね、もうとりあえずね3セットにしてますけど、なんかまだパンプ足りないなと思ったら、最後にねまたドロップしてもらってね、もっとセット数増やしてもらってもいいかもしれません。はい、10秒前です。ちょっとね、最後にすぐチューブだけ入れて仕上げたいと思います。はい、チューブですね。一番これはヘビーになるのかな、太めのやつで。これで最後ね、ダンベルが終わった後にすぐにこれで。チューブもう一発入れますね。
はい、以上でね、短時間でね、上腕二頭筋追い込んでみました。で、まあ今日やらなかった種目でね、他に二頭筋やる種目というと、まあ、コンセントレーションカールって、こうやって座ってもらってね、こう膝のこの上にこうやってこう、やるやつですね。これもね、非常にね、いいと思います。で、これ何がいいかっていうと、この、最後上がらなかった時に、もう片手でね、補助できるんでね、まあ追い込めるっていう利点があります。あとは何かな。あとまあ今日やれなかったハンマーカールですね。外側狙いのハンマーカールもいいと思います。はい。まあそれぐらいですかね。二頭筋でやるとしたら。はい。まあね、二頭筋はね、もうジムでやらなくても、家でね、簡単にできると思うんで、もう短時間で、ね、できるんで、まあぜひぜひね、かっこいいね、力をく、まあ自分はね、全然大したことないんですけど、お恥ずかしいんですけどね、目指してね、頑張っていただければと思います。はい、以上、上腕二頭筋、親父ズブートキャンプでした。